これより司会定例会を開会いたします。直ちに会議を開きます。本日の会議録署名者を山下雅彦君、新田隆君の御両君にお願いいたします。この際申し上げます。議事日程に記載の通り、議決を要しない報告等が提出されておりますので、お手元に配布いたしております。これより議事に入ります。日程第一、会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は本日から12月9日までの92日間といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は92日間と決定いたしました。日程第二、報告第36号、平成25年度大阪市自動車運送事業会計決算報告についてないし、日程第16、議案第272号、平成25年度大阪市下水道事業会計資本剰余金の処分についてを一括して議題といたします。理事者の説明を求めます。橋本市長。報告第36号、平成25年度大阪市自動車運送事業会計決算報告についてから、報告第43号、平成25年度大阪市下水道事業会計決算報告についてまでの決算報告及び議案第266号、平成25年度大阪市自動車運送事業会計資本剰余金の処分についてから、議案第272号、平成25年度大阪市下水道事業会計資本剰余金の処分についてまでの関連案件について説明いたします。まず公営企業会計の各事業でありますが、交通事業につきましては、当年度における1日あたりの乗車人員はバスで21万人、地下鉄で228万人、ニュートラムで7万人、交通事業全体としましては256万人となっております。経営収支につきましては、自動車運送事業では運輸収益の減少などにより収益は163億9200万円となったのに対し、費用は給料カットや職員数の削減に伴う人件費の減少や委託費等経費の削減などにより135億4200万円となり、差し引き28億5000万円の剰余となっております。この結果、当年度末における未処理欠損金は593億3700万円となりますが、この他に資本剰余金の一部2億3700万円を処分して補填することとしており、差し引き591億円となりました。また自動車運送事業につきましては、人件費や委託費等経費の削減などにより平成22年度以来3年ぶりに資金不足を解消しました。一方、高速鉄道事業では運輸収益を駅中事業など賃貸料収入の増加などにより、収益は1634億6700万円となったのに対し、費用は給料カットや職員数の削減に伴う人件費の減少や支払い利息の減少などにより1300億8000万円となり、差し引き333億8700万円の剰余と過去最高となっております。この結果、当年度末における未処分利益剰余金は334億8200万円となり、資本剰余金の一部1億4000万円の処分と合わせた336億2200万円を翌年度へ繰り越すこととしております。次に主な建設改良事業としては、自動車運送事業では料金収納機の改造などに総じて7300万円、高速鉄道事業では他社線などへの乗り換え経路におけるエレベーターの設置や可動式ホーム柵の整備などに総じて387億8400万円を支出しました。今後とも自動車運送事業については官民の適切な役割分担の再構築により持続可能な輸送サービスを確保していくことができるように改革を進めるとともに、高速鉄道事業につきましては民営化を見据えたこれまでの取り組みを踏まえ、さらなる経営基盤の強化を図り、大阪県関西圏の交通インフラを支え、大阪の経済活性化に貢献できるよう引き続き市民お客様のための民営化の実現に向けた取り組みを続けていきます。次に水道及び工業用水道事業でありますが、
当年度における年間給水量は、水道事業が4億3715万立方メートル、また工業用水道事業は2633万立方メートルとなっております。経営収支につきましては、水道事業では給水収益が減少したものの、土地売却による特別利益が増加したことなどにより、収益は685億2300万円となったのに対し、費用は職員数の削減などに伴い、人件費が減少したものの、修繕費などの物件費の増加により、563億1500万円となり、差し引き122億800万円の剰余となっております。この結果、当年度末における未処分利益剰余金は208億2400万円となり、この処分としては、減災積立金に86億800万円、建設改良積立金に36億円を積み立て、残額86億1600万円を翌年度へ繰り越すこととしております。一方、工業用水道事業では、給水収益は増加したものの、雑収益が減少したことなどにより、収益は16億4400万円となったのに対し、費用は職員数の削減などに伴う人件費の減少や、資産減耗費が減少したことに、減少したことなどにより、13億5200万円となり、差し引き2億9200万円の剰余となっております。この結果、当年度末における未処理欠損金は7億4300万円となりました。主な建設改良事業としては、水道事業では、浄水施設や排水管の耐震強化などに、総じて147億7200万円。工業用水道事業では、浄水施設や排水設備の更新整備などに、総じて7億9900万円を支出しました。今後の水道事業の方向性としましては、公営企業としての改革を進めつつ、組織の生産性、効率性をこれまで以上に高めていくため、公共施設等運営権制度を活用した経営形態の見直しについて、引き続き検討を進めていくとともに、安全で品質の高い水の提供を行い、サービスの向上により一層努力していきます。次に、市民病院事業でありますが、当年度における1日あたりの患者数は、入院患者が1093人、外来患者が2389人となっております。経営収支につきましては、収益は一般会計からの補助金の減少などにより440億100万円となったのに対し、費用は職員数の削減に伴う人件費の減少などにより411億6800万円となり、差し引き28億3300万円の剰余となっております。この結果、当年度末における未処理欠損金は180億7500万円となりました。主な建設改良事業としては、総合医療センターにおける低位放射線治療装置の更新などに、総じて37億9700万円を支出しました。現在、来月の地方独立行政法人大阪市民病院機構の設立に向け準備を進めているところですが、今後、独立行政法人化に伴い、自立性や透明性といった特徴を最大限発揮し、より一層経営効率の向上を図るとともに、引き続き市民が安心して受診できる安全で質の高い医療を提供していきます。次に、準公営企業会計の各事業についてご説明いたします。中央卸売市場事業でありますが、市場が担っている社会的役割を安定的、継続的に果たしていくため、民間活用の拡大など、管理運営業務の効率化を推進するとともに、市場内事業者と一体となった取り組みを進め、市場機能の向上と競争力の強化に努めております。こうした中、当年度における市場の取扱い高は、1日あたり11億7700万円となっております。経営収支につきましては、収益は、施設使用料の減少などにより、70億3900万円となったのに対し、費用は減価償却費の減少などにより、79億6300万円となり、差し引き9億2400万円の欠損となっております。この結果、当年度末における未処理欠損金は325億6200万円となりますが、この他に資本剰余金の一部1億5000万円を処分して補填することとしており、差し引き324億1200万円となりました。資金不足額については、経営の合理化や資本費平準化債の活用により、前年度に比べ19億8400万円を改善し、29億5500万円となっております。
その結果、資金不足比率についても前年度に比べ 32.3 ポイント改善し、48.6% になるとともに、平成22年3月に議決をいただきました経営健全化計画における平成25年度末の数値と比べましても 44.2 ポイントの改善となっております。引き続き平成28年度の経営健全化基準の達成を目指し、一層の経営の健全化に取り組んでいきます。主な建設改良事業としては、本庄の消防用設備改良工事などに総じて4億4900万円を支出しました。次に、公営事業でありますが、関西の産業の国際競争力の強化に向けて、引き続き国際コンテナ戦略考案の取り組みを進めるとともに、大阪港、神戸港の両不当株式会社の経営統合による港湾運営の一元化を進めていきます。また将来の大阪湾諸港の港湾管理の一元化を目指す中、まずは現行法制度の下で意思決定の一元化が可能な手法として、行政委員会の府市共同設置を行うなど、効率的な港湾管理に向けて取り組んでいきます。司会の皆様方のご理解をよろしくお願いいたします。こうした中、当年度の港湾施設提供事業として200機械2機上屋81棟引き船1隻などで、ポートサービスに努めたほか、大阪港埋め立て事業として10万6000平方メートルの土地の売却契約を締結しております。経営収支につきましては、港湾施設提供事業におきまして、夢島不当用地などの売却により収益が増加したことに加え、大阪港不当株式会社に対するコンテナ不当の一体的な貸し付けによる200機械の維持管理費等の費用が減少したことなどにより、収益56億2200万円に対し、費用は45億6700万円となり、差し引き10億5500万円の剰余となっております。また、大阪港埋め立て事業におきましては、夢島地区において土地売却収益が原価を下回ったことなどから、129億7800万円の収益に対し、費用が158億6800万円となり、差し引き28億9000万円の欠損となっております。この結果、公営事業会計全体の当年度末における未処理欠損金は609億6700万円となりますが、この他に資本剰余金の一部4300万円を処分して補填することとしており、差し引き609億2400万円となりました。主な建設改良事業としては、港湾施設提供事業では、上屋アスベスト除去工事などに総じて6億600万円、大阪港埋め立て事業では、夢島地区の埋め立てなどに総じて20億300万円を支出しました。最後に下水道事業でありますが、汚水処理による公共用水域の水質保全と合わせて、雨水排除により都市を浸水から守る役割、さらには下水道が有する資源エネルギーの利活用による循環型社会への貢献など、安全安心で快適な市民生活の実現に向けて事業を行っております。こうした中、当年度における環境延長は4911キロメートル、注水所は58箇所、処理場は12箇所、スラジセンターは1箇所となっております。経営収支につきましては、一般会計からの補助金の減少などにより収益は709億8900万円となったのに対し、費用は一部地域の維持管理業務の包括委託化や職員数の削減に伴う人件費の減少などにより679億8200万円となり、差し引き30億700万円の剰余となっております。この結果、当年度末における未処分利益剰余金は35億3500万円となり、この処分としては全額を減債積立金に積み立て、合わせて資本剰余金の一部6億8800万円を処分して振り替え、同額を翌年度へ繰り越すこととしております。主な建設改良事業としては、淀の大放水路などの浸水対策や合流式下水道の改善対策などに総じて329億5300万円を支出しました。また平成26年度からは維持管理業務の包括委託化を全地域に拡充しており、将来的には施設の保有と運営管理を分離し、運営管理を民間事業者が行う上下分離方式の導入を目指していきます。
今後とも市民サービスを維持しつつ、より一層の経営の効率化に努めていきます。以上、平成25年度公営企業及び準公営企業の各事業会計決算の概要を説明申し上げました。詳細につきましては後日の決算特別委員会に譲りたいと思います。何卒よろしくご審議のほどお願い申し上げます。お諮りいたします。ただいま議題となっております。15案件については、これを審査するために、22人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって議長発議のとおり決しました。ただいま設置されました決算特別委員会委員の選任については、大阪市会委員会条例第5条の規定により、議長において指名いたします。委員の指名は事務局長より報告いたさせます。決算特別委員会委員、大内啓二君、東隆之君、出雲照秀君、村上英二君、岡崎太君、飯田聡君、伊藤義香君、田辺信弘君、西則人君、島田麻里君、高山正史君、辻義孝君、漆原義照君、太田正也君、北野妙子君、黒田正史君、河野信夫君、柳本明君、武直樹君、小林道弘君、北山良三君、小川陽太君、以上でございます。日程第17、議案第273号、平成26年度大阪市一般会計補正予算第3回ないし日程第77、諮問第3号、行政財産の使用不許可処分の異議申し立てについてを一括して議題といたします。理事者の説明を求めます。橋本市長。本市会定例会に提出しました議案第273号から議案第332号、諮問第3号の61件のうち、まず議案第273号から議案第279号の補正予算案並びに関連諸案件についてその概要を説明いたします。まず、弁天町駅前開発土地信託事業に係る建て替え金等請求控訴事件等については、大阪高等裁判所からの和解勧告を受けて和解を行うこととし、建て替え金元本の弁済として、債務負担行為を合わせて637億円を計上するとともに、分割支払いに対する利息などの債務負担行為を計上しています。次に国の制度変更に伴い、水痘及び高齢者用肺炎球菌ワクチン接種を定期接種として実施するため、6億1200万円を計上するとともに、福祉貸付金を創設するため、母子家父福祉貸付金会計において1400万円を計上しています。次に教育関係では、小中一貫校の中学校給食における自校調理方式の導入に向けた準備経費や、校長公募の実施における外部面接官の報奨金を計上しています。次に平成27年4月からの地下鉄事業の民営化に向けて、高速鉄道事業会計において、準備会社を設立するための出資金4000万円を計上しています。次に、家庭系ごみ収集輸送事業につきましては、一部の環境事業センターを先行的に民間委託化するための準備経費を計上するほか、ごみ焼却処理事業の一部事務組合の設立延期に伴い、本年10月以降の経費等を本市直営の予算として計上するため、所要の補正を行っています。このほか、城東消防署建て替えにかかる債務負担行為の追加や、区政推進基金への積み立てを行うとともに、有料道路事業会計においては、還付金を追加計上しています。以上の結果、一般会計は95億6370万1000円の追加、
特別会計では有料道路事業会計のほか、各会計合わせて24億7553万5000円の追加となっており、総計では120億3923万6000円の追加となっています。一般会計の補正予算の財源内訳については、税等一般財源として財政調整基金からの繰り入れを行うほか、ごみ焼却処理事業関係の諸収入等を追加計上しています。続きまして一般案件でありますが、議案第280号は男女共同参画センター北部間の名称事業等を改めるため条例の一部を改正するものです。議案第281号は梅南小学校及び津森小学校を統合して梅南津森小学校を設置するため、次の第282号は特別支援学校を大阪府へ移管することに伴い、本市が設置する聴覚特別支援学校ほか11校を廃止するため、それぞれ条例の一部を改正するものです。議案第283号は、一律幼稚園の保育料の減免の対象となるものの範囲を改めるため、条例の一部を改正するものです。議案第284号、大阪市子ども子育て支援子ども子育て支援法施行条例案から議案第290号までの7件はいずれもいわゆる子ども子育て関連三法が来年4月に施行される見込みであることから、子ども子育て支援、子ども子育て支援新制度の施行に向け、各事業の施設設備及び運営などに関する基準を定めるなど、条例の制定及び条例の一部を改正するものです。議案第291号は、子育ていろいろ相談センターを廃止するため、条例を廃止するものです。議案第292号は、青少年センターの教養時間及び、利用料金の額の上限を改めるため、条例の一部を改正するものです。議案第293号は、母子及び家父福祉法の一部改正に伴い、愛好会館の設置の目的を改めるため、条例の一部を改正するものです。議案第294号は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴い、規定を整備するため、大阪一律保護施設条例ほか、5条例の一部を解説するものです。議案第295号は、交際員において老人ホーム第一特別養護老人ホーム及び第二特別養護老人ホームを廃止するとともに、規定を整備するため条例の一部を改正するものです。議案第296号は、姫島こども園を廃止するため条例の一部を改正するものです。議案第297号は、薬事法の一部改正に伴い規定を整備するため条例の一部を改正するものです。議案第298号は、環境局所管業務において生じた事故にかかる損害賠償額を決定するため議会の議決を求めるものです。議案第299号は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関し必要な事項を定めるため条例を制定するものです。議案第300号は、大阪産業創造館の指定管理予定者の選定方法を改めるため条例の一部を改正するものです。議案第301号から議案第303号の3件は、朝日プールほか49施設のうち指定管理者の指定を受けるべきものの選定手続きの特例を定めるため条例の一部を改正するものです。議案第304号及び議案第305号は、地方独立行政法人大阪市立工業研究所と地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所を合併し、地方独立行政法人大阪産業技術研究所を新設するとともに、その評価委員会を大阪府と共同して設置するためそれぞれの議会の議決を求めるものです。議案第306号は、中央卸売市場の管理を指定管理者に行わせることができることとするため条例の一部を改正するものです。議案第307号は、都市再生特別措置法の一部改正に伴い規定を整備するため条例の一部を改正するものです。議案第308号から議案第320号までの13件については、港町地区ほか12地区において
建築基準法等の一部改正に伴い、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法等を改めるため、それぞれ条例の一部を改正するものです。議案第321号は、特定建築主の環境配慮義務を定めるとともに、規定を整備するため、条例の一部を改正するものです。議案第322号は、道路標識、区画線及び道路標準に関する命令の一部改正に伴い、規定を整備するため、条例の一部を改正するものです。議案第323号は、有料自転車駐車場の利用料金の減額を申請することができるものの範囲を改めるとともに、規定を整備するため、条例の一部を改正するものです。議案第324号は、住吉川耐震護岸整備工事請負契約を締結するため、議会の議決を求めるものです。議案第325号は、道路法の規定に基づき、2路線を指導として認定するものです。議案第326号から議案第329号の4件は、大阪港、堺仙北港及び阪南港における港湾管理業務の一元化を図るための委員会及びその事務局並びに地方港湾審議会をそれぞれ大阪府と共同して設置するため、条例の制定及び条例の一部改正並びに議会の議決を求めるものです。議案第330号は、救急自動車を買い入れるため、議会の議決を求めるものです。議案第331号は、水道料金を改定するため、条例の一部を改正するものです。議案第332号は、大阪市政策協議会の設置に関し、必要な事項を定めるため、条例を制定するものです。最後に諮問第3号ですが、環境局地船詰所にかかる使用不許可処分に関し異議申し立てがありましたので、地方自治法の規定に基づき議会に諮問するものです。以上、案件の概略を説明申し上げました。何卒よろしくご支援に賜りますようお願い申し上げます。ただいま議題となっております諮問案件はお手元に配布いたしております。審査付託表の通り、各常任委員会に付託いたします。日程第78、平成25年の議案第307号、大阪市、八尾市、松原市、環境施設組合の設置に関する協議についての一部修正の承諾を求めることについてを議題といたします。理事者の説明を求めます。橋本市長。去る平成25年11月19日の本会議に提出し、去る平成26年2月14日の本会議で修正のご承諾をいただき、現在継続審査中の議案第307号、大阪市、八尾市、松原市、環境施設組合の設置に関する協議についての一部修正の承諾を求めることについて説明をいたします。議案第307号、大阪市、八尾市、松原市、環境施設組合の設置に関する協議については、民生保健委員会でのご審議の状況を踏まえ、再度、本市、八尾市、松原市で設置の準備について調整を行った結果、組合議会の議員定数及び本市が提供する事業用の土地の取り扱いについて修正が必要となったため、議案を一部修正するものです。何卒よろしくお願い申し上げます。お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、これを承諾することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって承諾することに決しました。本件は民生保健委員会に送付いたします。日程第79、諮問第4号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。議長35番。35番。動議を提出いたします。ただいま議題となりました諮問第4号については委員会付託を省略、異議のない旨答申されることを望みます。35番議員の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって諮問第4号は委員会付託を省略、異議のない旨答申することに決しました。日程第80、固定資産評価審査委員会委員の選についてを議題といたします。理事者の説明を求めます。橋本市長。
ただいまご上程になりました固定資産評価審査委員会委員の選任についてご説明申し上げます。固定資産評価審査委員会委員、宇仁美咲氏及び筑波光一郎氏の退職に伴い、現在空席となっております委員の後任につきまして、慎重に選考を進めました結果、ここに萩みどり氏及び畑野由紀氏を新たに選任したいと思います。両氏の経歴につきましては、もともと配布の履歴書の通りでありまして、人格、識見ともに優れ、本市固定資産評価審査委員会委員として適任と思いますので、何卒よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。お諮りいたします。ただいま議題となっております。固定資産評価審査委員会委員の選任については、委員会付託を省略、これに同意することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって固定資産評価審査委員会委員の選任については、委員会付託を省略、これに同意することに決しました。日程第81、大阪市淀川区、東淀川区、城東区、鶴見区、住之江区、平野区、東住吉区、及び平野区、選挙管理委員会委員の選挙を行います。以上35番。35番動議を提出いたします。大阪市淀川区、東淀川区、城東区、鶴見区、住之江区、住吉区、東住吉区及び平野区選挙管理委員会委員の選挙については、地方自治法第118条第2項の規定による指名推薦の方法によることとし、議長において指名されることを望みます。35番議員の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、動議の通り決しました。直ちに指名いたします。配布処理、記載の通り指名いたします。お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました32君を当選人と定めることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました32君が満場一致をもって、大阪市、淀川区、東淀川区、城東区、鶴見区、住之江区、住吉区、東住吉区及び平野区選挙管理委員会委員に当選されました。日程第82、大阪市、淀川区、東淀川区、城東区、鶴見区、住之江区、住吉区、東住吉区及び平野区選挙管理委員会補充委員の選挙を行います。議長35番。35番。動議を提出いたします。大阪市淀川区、東淀川区、城東区、鶴見区、住之江区、住吉区、東住吉区及び平野区選挙管理委員会補充員の選挙については、地方自治法第118条第2項の規定による指名推薦の方法によることとし、議長において指名されることを望みます。35番議員の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって動議の通り決しました。直ちに指名いたします。配布書類、記載の通り、それぞれ順位を付して指名いたします。お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました32君を当選人と定めることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました32君が満場一致をもって、大阪市、淀川区、東淀川区、城東区、鶴見区、住之江区、住吉区、東住吉区、及び平野区、選挙管理委員会補充委員に当選されました。日程第83、議員提出議案第23号、危険ドラッグ、脱法ハーブの根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書案を議題といたします。以上35番。35番。動議を提出いたします。ただいま議題となりました議員提出議案第23号については委員会付託を省略、原案通り可決されることを望みます。35番議員の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議員提出議案第23号は委員会付託を省略、原案通り可決されました。日程第84、議員提出議案第24号、産後ケア体制の支援強化を求める意見書案を議題といたします。議長35番。35番。同議を提出いたします。ただいま議題となりました議員提出議案第24号については委員会付託を省略、原案通り可決されることを望みます。35番議員の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議員提出議案第24号は委員会付託を省略、原案通り可決されました。日程第85、議員提出議案第25号、軽度外傷性
脳損傷にかかる周知及び適切な労災認定に向けた取り組みの推進を求める意見書案を議題といたします。議長35番。35番。動議を提出いたします。ただいま議題となりました議員提出議案第25号については、委員会付託を省略、原案通り可決されることを望みます。35番議員の動議にご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって議員提出議案第25号は、委員会付託を省略、原案通り可決されました。日程第86、議員提出議案第26号、慰安婦問題に関する適切な対応を求める意見書案を議題といたします。議長35番。35番。動議を提出いたします。ただいま議題となりました議員提出議案第26号については、委員会付託を省略、原案通り可決されることを望みます。35番議員の動議にご異議ありませんか？異議がありますから、起立により採決いたします。35番議員の動議に、賛成の諸君の起立を求めます。多数であります。よって、議員提出議案第26号は、委員会付託を省略、原案通り可決されました。日程第87、議員の派遣について、大阪市会代表団を議題といたします。お諮りいたします。ただいま、議題となりました議員の派遣については、お手元配布の書類に記載の通り、議員を派遣することにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって議員の派遣については、大阪市会代表団は、お手元配布の書類に記載の通り、議員を派遣することに決しました。本日の日程は以上で終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。